マックス・シュルツ Z3 マックス・シュルツは、ドイツ海軍の駆逐艦。1934型。艦名は1917年1月23日に、イギリス巡洋艦との戦闘で戦死した、水雷艇 V69 の艇長マックス・シュルツにちなむ。1935年1月2日帰港。同年11月30日浸水。1937年4月8日収益。 ポーランド侵攻前の1939年8月、第一駆逐隊は出港し、バルト海西端部へ向かった。8月26日、第一駆逐隊は、ボーンホルム島の東で、紹介や訓練を行い、夜には、軽巡洋艦、ニュルンベルクの周りに集まった。日付が変わって、マックス・シュルツは、第一駆逐隊は、給油艦、ザームラントから給油を受けるよう命じられた。 この通信の続きには他の艦に対してニュルンベルク周辺に集まれという命令もあったが艦長には伝えられなかった。17ノットで給油艦へ向かっていたところ2時34分に3隻の水雷艇が死認され、それから1分経たないうちにマックス・シュルツは水雷艇ティーガーに衝突した。ティーガーは人物死者2名重傷者6名を出したが、 マックス・シュルツでは死傷者はいなかった。この事故で艦首を損傷した、マックス・シュルツは、駆逐艦、ゲオルクティーレア衛船に栄光されて8月28日に、スビネミュンデに到着。翌29日に、シュテッティンでドック入りし、1939年9月末まで修理に要した。10月、ノルウェー南岸沖へ出撃する戦艦、シャルンホルストや、軽巡洋艦、 ケルンなどに同行する10月28日、ノルウェー沖での第1駆逐隊と第4駆逐隊の作戦が悪天候のため中止となり、祈祷中、マックスシュルツの主給水ポンプが故障。ついで第1艦室で海水が入ったタービンが破裂し、補助ポンプを作動させていたアイゲンドルフ機関兵装が死亡した。これにより給水ができなくなり、全ボイラーが停止させられた。 マックス・シュルツは動けなくなったが、陽病気も動作しなかった。また浸水によって、発電機2機も故障した。だが、どうにか、第三管室を動かすことに成功し、フリードリヒ・リーインとフリードリヒ・エッコルトに伴われ適当して、キールでドック入りした。1940年2月9日から10日に、マックス・シュルツ、リヒャルト・バイツェン、フリードリヒ・エッコルトは、 ハリチを木に110個の磁気機雷を付設し、これによって6隻28,496トンが沈んでいる。1940年2月22日ビーキンは、作戦中に沈没。308名が死亡し、生存者はいなかった。ありがとうございます。